久しぶりから選手を見て、当然、まあ、頑張るというところに加えて J1 の相手というところ、監督としての狙いは大きいところがあったと思います。どういう狙いだったんでしょうか。そうですね、ボランチの空きが入ったりだとか、スリーバックなのでスペースがあるところをの方が多い中で、サッカーすることがサッカー選手として